お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、新環境で一番強いデッキをね、紹介していきたいなと思います。というわけで、こちら、ザッピーでございます。新環境で、ね、一番強いデッキ、今こちらなんですけど、なんとザッピーがね、使われてる、ヒロイでございます。別にザッピーを押すわけでもなんでもないんですけど。はい。こちらね、前までこのエレスピの枠がヒールスピリットだったんですよね。で、世界大会でもめちゃくちゃね、使われた、デッキでございます。で、まあそれがね、まあ、ヒースピが今回下放されましたというところで、このヒースピの枠がね、エレスピになった方が今ね、一番こう、まあグラチュアルではありますが、勝率が一番高いというところでね、ぜひ皆さんチャレンジを行う際にはこちらを使ってみてくださいと。まあ、いうわけでね、やっていこうかなと思います。で、LSP がね、程よくいいですね。こう、まあ、スケとかコウモリとかを処理できるのは、まあ、もちろんなんですけども、こう、まあ、コウモリがね、たまたま増えてるっていうのもあるかもしれないし、あとは、最近こう、コウモリが増えたことによって、ついでに、ウォールブレイカーも増えてるんですよ。そう、まあ、コウモリといえば、ウォールブレイカー、まあ、セットみたいなところがあってね、こうコウモリディガーウォールブレイカーとか、まあ、そう、コウモリ、小物系がね、ちょっと増えたんですけど、それによって、ウォールブレイカーとかにも、この LSP って結構優秀で、その、単体ウォールブレイカーは、まあ、タルババだけで守れるんですけども、ディガープラスウォールブレイカー来た時に、LSP とタルババで、まあ、ウォールブレイカーを処理することができるんですよね。まあ、そこは結構優秀で、よいしょ。これ多分間に合いましたね。まあ、対ウォールブレイカーに対して非常にね、まあ、優秀というのがありました。今回相手はスケラですね、多分。迫撃スケラで、結構ね、強かった方ですね。まあ、相手のデッキがファイボかね、ポイズンのどっちかだと思います。スケラデッキなんだけど、ファイボっていうね、このデッキですね。さあ、裏ナイトで。まあ、ナイト残ってくるのめんどくさいですよね、これ。LSP で止めたらなんかあの爆破でいかれねえかな。うん、バチコン。いや、これがね、まあ、強いですよね、と。いうところで、相手が積極的に攻めてくるんで、これロイで回収して、まあ、ムート来たら速攻トリトンで引っ張ってあげたいですね。まあ、なんならトリトン、あ、ハンターでもいいな。引っ張って、これをね、ここのあたりで処理しちゃいたいですよね。あれ？俺のトリトン引っ張ったけど、余裕でロイ溶かさせてあげてた。まあまあまあ。で、スケラ受けもね、このデッキは別にめっちゃ優秀ではないんですけど、LSP によって、気持ちね、受けやすくもなったんじゃないかなと思います。まあ、相手のスケラー受けの、まあ、ターゲっていうんですか、まあ、今回ですと、ムートとかを、まあ、自陣に入れないようにさえすれば、スケラーとかも結構楽に守れるかなと思います。まあ、余裕があれば入れてもいいかなと思うんですけど。さあ、これもなんか、キョロイ組んじゃって、4アドみたいなとこないですか？さあ、で、トリトンもやっちゃいたいですね。まあ、でもいいか。あれっすね、爆破で、オチージーゲーミング説あるっすよね。ハンターも行ってくれると嬉しいけどなぁ。いや、嬉しいですね。で、まあ、ここはもう早めに溶かしちゃって、まあ、タルババと、LSP とかでね。いや、守りすぎか？まあ、過剰かもしれないんですけど、なんか、石ころみてぇな。石ころみてぇな立ってるのちょっと邪魔ですね。でムートこれあれっすね。じゃあ、トリトンっす。トリトン行っちゃいますね、自分から。まあ、ここはもう、なんかね、まあ、これはクイクって削っていきましょう。いやー、ムートが残りそうだなー。まあ、残るんですけど、公平なハンターが強い。いや、なんか本当にもう、出してるだけなんですけど、それだけで勝ててしまうんですよ。こちらのね、デッキは。まあ、それぐらいちょっと強いですね。よいしょ。あ、見て！ハンター、ミリの、ハンターは、あれですね。説明がなんかむずいんですけど。トリトンの HP が減ってる時というか、今回トリトンが HP ちょっと下放されたんですよね。なので、もう前まで、ダメージが減ったトリトンがハンターを引っ張ると、ハンターの弾が貫通してトリトンを破壊した後にね、破壊って言ったらなんかトリトンがかわいそうなんですけど、処理した後にそのままキング起動っていうのがよくあったんですけど、今回トリトンの HP が下放されたことによって、逆にこうトリトンでハンターを引っ張った時にキング起動しやすくなった可能性はちょっとありますね。で、まあ、このデッキクエイクなことによって最後の削りが非常に優秀なんですよね。はい。で、まあ、LSP でも耐えれますし、まあ、キング起動したらもうね勝ちですねというところで、あ、これ落ちるかな、落ちますねと
20何歩ぐらい、21何歩ぐらいクエイカー削りますね。全然ダメージ覚えてなくて申し訳ないんですけど、まあそういう部分ではすごい優秀ですね。まあ防衛もすごい硬いですし、まあ削り要素も高いですし、結構何人でも幅広く戦えるというところではね、マジでおすすめですね。 LSP になったことによって、前までインドラとかも、まあ、地味キツだったんですよ。だからまあインドラコウモリあたりが地味キツだったんですけど、 LSP のおかげで、まあ、もうより万能になったみたいな、まあ、そんな感じはねありますね。はい、というわけで早くマッチングしてくれればいいなと思います。で、まあ、もしかしたら他の YouTuber さんとねこの動画のネタが被る説がありますね。はい、まあ、僕の予想なんですけど多分ね被りそう分かんないんですけどね、そこまでは多分ね被ると思います。僕の予想はすごいんでね。というところで、LSP はね端前からやっちゃうとキング起動されてしまうので、できるだけあんま端前からは出さない感じでね、キョロイとかいたらそのキョロイの後ろにつけるとかすごいいいと思うんですけど、あんま端前から単体で流すっていうのは良くないと思います。で、何を押さえたらいいのか分かんなくなった、手札が詰まったっていう時には結構あれです、クエイクを打ってはいいと思います。なんか普通にクエイクで、まあ、3コスで回せるのと、いやなんかいい工場だな、なんかよいしょ、3コスで回せるのと、まあ様子を見れる。で、このデッキはなんか相手のユニットに対して結構合わせていきたいんですよ。まあザッピーだったりトリトンだったりキョスケとか。まあなので、なんかまあクエイク打って様子見てみたいな。で、まあ相手が動いてきたらそれに対して合わせるみたいなことをしとけば、基本的になんかこう、すごいピンチになることもないですね。まあこう結構相手にアドを取られてる時ですね、エリクサーアドバンテージを取られてる時はクエイクなんか打ってるとボコスカ行かれちゃうんでね。はい、待ちましょうと。で、めちゃくちゃエリアド取ったんじゃねと思った時には、まあ血獣キョスケとかから入って形を作っていいと思います。今はちょっとねエリアド取られてる状況なので気持ち守んなきゃいけないですね。さあここはまあキョスケにタゲも取ってますし、このマスケも処理できそうですね。で、ここはハンターをつけてあげれば残る。で、キョスケの後ろにしかも行くと。まあ、優秀なね、ハンターですね。まあ、こういうとこでは、ヒースピー若干欲しい部分もあるんですけど、まあ、なんなら LSP でいいか。LSP によって、LSP によって、佐藤は、引っ張る？あー、やめちゃったな、引っ張るの。まあまあまあ、今回の相手のデッキはね、なかなか、ちょっとわかんないんですよね。メガナイト工場っていう、まあ、ないこともないデッキですけど、なんかあんまり見ないようなデッキをね引いちゃいましたね。あれ？まあ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 。ここ相手はメガナイトなので、しかもこれ後ろにマスケとかつけた時にはもうこれロイジェイぶっ刺さりっすね。まああとはハンター、あれっすね、3、うわっ！マジか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 。これやばいっすね。結構やばいですが、まあキョスケのバカを生かしつつ、しっかりね、守りつつ、いや、オッケーオッケーオッケー。エリババですね。エリババはマジで予想外ですね。まあでも LSP とザッピーで相手の陸系なんか全部止まりそうですね。よしよしよし。いや、やべえ。いや、でもこれやばいんですけど、このトリトン、トリトンで、トリトンで引っ張れ。いや、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。で、ザッピーで一旦全部真ん中に集まって、左側のこのエリババちょっとやばいですね。やばいですけど、守りすぎない程度に守りましょうか。まあ、ダメージはね、悪くはないですね。ザッピーでも追いつけるんで、ザッピーでは追いつけねえな。クエイクですね。クエイクでも追いつけるんで、これちょっとやべえな。よいしょ。相手がでもこれ結構攻めてきましたね。いや、これ賭けレベルで攻めてきたんですよ。なので、ここはね、もうロイ組んじゃいたいですね。いや、ロイ来てが、エリババが、エリババがやばい。行っちゃっていいな。行っちゃって、あえてエリババ出しにくいよーってなってる。これビリビリで。いや、結構削れ。結構削れ。全然削んない。まあまあまあ。全然ある、全然ある、全然ある、全然ある。で、キョスケ組んで。いや、流れはね、いい。急に流れはいい。まあ、逆塞は、まあ許容もしつつ。いや、これだって相手絶対きついですよ。まあ、メガナイトで踏むと思うんですけど。踏みたいが、みたいなところあるですね。これもクエイクで削っていきます。
いやしかも3画ごとから溶かせますね。でもここの間でここも処理してあげて、いやめっちゃいるめっちゃいる、オッケーオッケー、クエイクでダメージも削れますね。よしよしよし、これ有能とか気をつけてね。クエイク2周っすねこれで、しっかり守る、あ守るのを大事にザッピー、いやクエイク2周っすね、回します。いや回せるかなこれ、やべえかな、いやでも耐えれそう、やばい、あぶね、耐えて耐えて耐えて、待って削れる ?1、2、3! あぶね、うっそ、うい、グッドゲームですね。いや、危ない、ちょっと待って、あいつの敵強そうじゃね。ここに来て、相手のデッキをちょっと使いたい思いが出てきちゃいましたね。え?やばくないですか?このデッキ。多分流行りますよ。はい。ちょっとね、後でね。後でというか、グラチャでちょっと使ってみよう。めちゃくちゃ強そうじゃないですか。メガナイトの弱点って、火力がないんですよ。範囲なんで、まあ、こう、なんか、まあ、優秀なんですけど、めちゃくちゃ優秀なんですけど、ゴレとか、まあ、なんかすごいゴリ押し系がきついんですよね、メガナイトって。まあ、ロイジャイとかもなんですけど、メガナイトの弱点がロイとかゴレとか、溶かしきれないっていう、まあ、部分が弱点なんですけど、エリババって火力だけが優秀なんですよ、あいつ。そう。火力だけが優秀なので、メガナイトエリババっていうのは、もう、なんだろう、範囲にもだし、こう、単体系にもだし、すべてにね、まあ、複数ユニットにもだし、単体ユニットもだし、まあ、すべてにこう戦えるっていう最強戦術なんですよ。そう。っていうのを、さっきの相手を生み出してましたね。いや、めちゃくちゃ強いな。2v2 って最強なんですよね、メガナイトエリババって。やってましたわ。もうなんか終わったんで何でも言えるんでね、一旦リーグはね。よいしょ。さあとりあえず今回相手は JPP かな。でここで LSP がねあると本当はね良かったですね。まあザッピー出してなかったかな、まあ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 というような感じですね。今回は LSP めっちゃ活躍しそうですね。 JPP 枯渇のファイボですね、まあ、なのでザッピーは今回あんま活躍しないかな。さっきまあ大活躍したんでいいかな。まあ、その代わりザッピに5打ったらハンターが生きるし、まあ、でも相手は突破するにはハンターを処理しないといけなくて、でもそこに5打ったらザッピがいてみたいなサイクルを作れると思うので、結構悪くはなさそうですね。とりあえずの、なんかすげえ積極性がありますね、お相手さんは。これだってもう形組むだけですからね。よいしょ。まあ、これが強いんですよね、このデッキも。なんか自然とカウンターになるので、で、ここで後半だったらロイジェをつけるコストがあるみたいな。そんな感じですね。うん。まあ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 。無理せず行きましょうか。無理せず。で、まあ、後ろまたザッピーセパして、まあ、ファイブ作りましたけど、まあ、そんな気にせずね。で、トリトンも出してあげて、まあ、陸、超優秀ですからね、これ。さあ、で、まあ、タルババは、ギャングに打ちたいんで、ちょっと残しときましょうか。よいしょ。いや、これ、ロイ行っていいな。ロイ行って、コウモリ来たら LSP っすね。いや、これ、これが強いんですよね。今までヒースピだったら、全部を処理しきれないこともあったんですけど。しかもこれ、爆破に当たりますね。いや、いい。で、これを、まずザッピーでね、基本的には回収できるというところですかね。うん、ちょっとなんか、いやらしい攻めをされるんですけど、ここでね、トリトンが残れば引っ張ってくれて、しかも、いや、強くね?やばいっすよね、これ。もう完全陸メターみたいなところも結構あるんですけど。いや、マジでね、強いんですよ。よいしょ。さあ、で、まあ、低め、キョスケぐらいで、まあ、ハエボがね、まあ、来たら来たで。で、残ってほしいな。残すためのトリトンまでる。オッケー、ここが残れば、熱いですね。これだってロイでカウンターつなげて、LSP で溶かして、よいしょ。相手はもう許容からのこれカウンター結構狙ってますね。ちょっと高めにザッピーぐらいちょっと置いてあげて、トリトンですね。これトリトンでゴブジャー引っ張ってあげるのが一番いい。これは間に合うよね。危ねえ危ねえ危ねえ。あ、LSP 最強マジで。いや、トリトンも強え。いや、マジで LSP の活躍具合えぐくないですか今回の試合。わかります?で、これちょっとね、謎に前に行っちゃったんですけど、まあ、そういう技もあるっすよね。こう、前にすることによって、こう、残るんですよね、キョスケが。まあ、そうすると、俺のタワー落ちた。今、ロイジェが処理されて、その後ね、巨大スケルトンが処理されるので、
逆にこう後衛を絶対処理できるっていう、まあ、最強なね逆パターン戦術もちょっとね覚えておくといいかなと思います。こうミリ残りキョスケだったらその後ろにロイジャイつけてもただただキョスケ爆破されてその後にユニットされて単純にカウンター食らっちゃうんですけど、でミリ残り、まあさっきのはミリじゃなかったんで、まあ、どっちもいいんですけど、ちょっと HP 少ないなって時にはその前にねロイジャイつけてあげるっていうのもすごいいいんじゃないかなと思いますと、まあ、いうところなんですけど、マッチングしねえな、もうマッチングしなかったらまあいいかなって感じなんですけど、もう一戦ねちょっとはい、ちょっと気分いいんで謎にやりたいかなと思います。 LSP がね活躍してますね、超時代来るかもっすね、まあ、なんならこうコウモリとか、まあ、ウォールブレーカーもですし小物系がこう増えてくるなら LJ とかもね、もしかしたら、もしかしたらですけどね、今はまあなんかそんな前と変わんない、全く使われてないことはないけど、まあなんか本当に趣味がねエレジャイな人は使ってるかなぐらいで、エレジャイ使われてるぐらいなんですけど、なんか小物系にはやっぱ強いじゃないですかコウモリとか、まあ、なので全然エレジャイが流行るっていう可能性もまあないこともなさそうですよねと、まあ、いうわけでグリーンポティ前ミストミスさんみたいな方よろしく、すげえ名前だな、いや俺の読みの方がやべえかもしれんこいつ何言ってんだってなっちゃう。さあこれはタラババがなかったんで苦しいんですけど、ここを乗り越えれば君たちは化け物になれる、やば、入りすぎ入りすぎ入りすぎ、しかもこれあれですね、ウッドで多分もう一発ぐらいやられて、いやロイジェイのコストもなくて、うわー、いや今あれですね、なんか1枚裂いたらタラババ回ってたんで、これ良くないですね、あの本当にこのダメージマジで良くないですね。まあでもハンター一発やった、よくやった、まあ、ロイジャイクエイクで絶対ダメージ削れると思うんで、まあ余裕があればっていうか本当はケツロイジャイとかしたかったんですけど、まあ、これ行っちゃうか、行ってこれあれですね、攻めタラババを取っていきます。まあ、クエイクか、いやこれ当たれ、うーん、いや鉄壁ですね、まあ、鉄壁ではあるが、まあまあまあダメージは悪くないですけどね、プリンちゃん嫌っすね、うん、あれに対応したら絶対逆サイ来るんですよ、なので一回待ちます、一回待って、 OK、 いやーめっちゃいいめっちゃいい、分かってた分かってた、こんにちはって感じ、いやでもそれはねうまいというか、いやこれやべえかな、延命されるかな、延命されるよねー、やばいやばい、枯渇に対してのこの序盤のダメージやばいですね、枯渇って結構防衛力高いんですよ思ってる以上に、やーべえやった、あの序盤のあの俺のタルババがない読みバレルによって鬼行かれましたね、あれマジで切れそうっすね、イヤンイヤン、いや耐える、いやでもないと思う、ギャングもいるんで、さあこっから勝てるでしょうかラディシ、まあワンパンっすね、ぶっちゃけぶっちゃけ結論からのワンパン戦術40秒あればいけるので、あいつ攻めすぎじゃないマジで、いや耐えれんのかい、いや耐えたかった、いや残り26秒、いやこれで耐えられたのさ、痛いっすね、痛い、やばい、いやでもワンチャンワンチャン、いやーやっちまったよー、やっちまったっすね、本当に初手タルババよこせっつってんだろーって感じで、今日はね終わりにしたいと思います。負けちまったな負けちまいましたねと、まあ、いうわけで、ぜひね、こちら皆さん使ってみてください。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントもね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。